ブレンビーンは、ジャガイモや穀物から作られる、蒸留酒で、風味をつけたものとつけないものがある。かつては、木のセルロースでも作られていた。ブレンビーンには、アクアビットとウォッカも含まれる。コスケンコルバビーナブレンビーンという名称は、燃えるワインを意味する。この飲料の蒸留方法を、燃焼と呼ぶことがあるためである。この単語は、言語学的には、 ブランディワインの短縮系である英語のブランデーや、もともと北欧のブレンビンと同じ意味だったドイツ語のブラントバインと語源を同じくする。しかし、近代のドイツでは、ブラントバインは財務の用語であり、熟成または非熟成の上流ワイン製品にのみ使われる。ドイツの法律では、何がブラントバインとして課税されるかを規定しており、ビール、スパークリングワイン、飲用以外のアルコールを含まない。 この用語と非常に似た言葉に熟成されたブドウから作られたブランデーを指す正式なドイツの用語であるバインブラントがある。ブレンビーングあるいはビーナという商標の飲料は通常は風味がついていないアルコール度数が30から38%の上流酒を指す。EU の規定ではウォッカという名称を名乗るには最高95%まで最低でも 最終が点五量が37.5%なくては、ならないことになっている。フィンランドでは、元来、ロシア語のウォッカは、他国産のウォッカのことを示し、常に、国産のウォッカはビーナに含まれる。1958年以前には、ウォッカという語は、スウェーデン産のウォッカを指すことしても使用されなかった。アイスランドには、ブレニビーンというデンマークやスウェーデンのアクアビットに似た、蒸留種がある。 ありがとうございます。